かよく分かってないわ。はい、行きます。はい、お、来た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 、また来たよ、やった。ごめん、ちょっともう画角とかどうでもいいけど、とりあえず今糸巻きん、あー、自動糸巻き機とか欲しい。うわー、明日これ大丈夫かな、これ先、はい、準備 OK。 おーひよ、おはよう。愛媛県女釣り師の松本香里です。あのね、もうちょっと路面凍結してるけんね、火入れてから行こうと思って、ちょっと遅めの出発なんよ。どうでもいいけど、ここ山奥で記憶町いう、あの、何、鬼北町って書いて記憶町っていうなんか町なんやけど、私おるとこ、今住んでるとこ、ここから輪島市までが遠いのよ、遠い遠い。あ、もうちょっと山越えて行かないかんけん。まあ、行ってくれ。私が住んでいる紀北町は山奥、こちら。宇和島市までレッツゴー。今、水分かれ通りよんやけど、路面凍結で、車ひっくり返って事故しとるわ。もう、車コロンってなっとる、コロンって。怖い怖い怖い。危ねえな。いや、もう路面がめちゃくちゃ凍っとるけん、これ危ないよ。みんな気をつけて。日陰んとこ全然溶けてないわい、まだ。はい、港着きました。はい、準備できた。さあ行くよ。もう一年動きよるやん。今10時。遅すぎやろ。気持ちいいな。
がしよるんよ。味がいいな。嬉しい。また味釣れました。嬉しい。ここは味のポイントみたい。ここは嬉しい。これ狙いはこれじゃないんやけどな。嬉しい。ちょっと狙いは違いますけど、まあ、もうちょっとやりますね。味釣れるけん釣れ。釣れました。スロージギングで初めてアジ釣れた。嬉しい。ちょ、タチウオもう忘れとる。タチウオを。クリスマスまで待たせないで、街中で君に恋してる。関わりたくない。ちょっとマシなん来たよ。ああ、もう私体力がないけんさ、ここの水深も130から150ぐらいあるけんよ。ちょっとマシなやつかかったらなかなかね巻き上げれんのよね。まあちょっと情けないんやけど、自分が力なさすぎて。まあ、けんこの肘を固定してこうやって肩入れて、あの巻き上げるんが一番体力使わんし楽いんよ。船べりに足上げんなとか言うてくる人おるんやけど、それって自己責任で危ないとかよ。そんなん言われるけど、自己責任でなんじゃかまんと思うよね。で、あの人の船とかやったらね、足上げるの嫌ですとかやったらさ、あのそういうのは気を使うけど、これ自分の船やし、あのとやかくね言うてくるやつの気が知れんてやかましや。タチウオではない。狙いではないけど、まあまあでかいやつ。これ私リール巻き寄るときに、あえぐなみたいな感じでコメント入ったときあったんやけど、これあえとるんじゃないんだね。息切れとるだけやけん。やかましや。しんどくなったわ。息切れた、息切れた。嬉しいんやけど、ちょっと息切れした。ちょ、病み上がりやけんしんどいや。もう、ちょっと見てくれる。怖すぎやろ。見て。あ、怖。なんだこれ。サメ釣れました。あ、もう怖いこいつ。これもう見て怖い。噛もうとしてくるんやけど、まあ逃がさい。クリスマスサメ釣ってないで、タチウオを釣りに来たんでしょ。カッコつかないでしょ。このサメ釣っての何してるの私。ムカついた。疲れただけやったわ。面白かったけど。あ、疲れた。もう立ちよう全然わからんね。でもまずベイト。そこの水深ってちゃんと釣るの？よくわからんな。立ちよう見つけられた。
ね、この魚体。私はドラゴン釣りたいのに全然見つけれん。タチウオのタヌジさえも見つけれん。これいけんな。さあ、まあ風出てきて。いや。あ、これバンバン流されちゃう。無理やん。ちょっと休憩。笹かまぼこタイム。うん、いい笹かまぼこ食える場合じゃないわ。タチウオの反応ってどんな反応なの？全然わからんない。タチウオ釣りたい、どこいる、ほほベイトが小さい、どうしてあはタチウオ釣りたい、どうにか釣らせてください神様、ほほほ期待を釣れた、やっと反応あった、嬉しい、釣れました、嬉しい。何かな、またサメやったら殺す。ごめんね、もう疲れた。やめやがれ、体力はね、体力は。
さかまぼこと、おにぎり。うまそうです。幸せすぎるやろ。待って、サムネイルこれにしようか。かまぼことおにぎりと私、どこの誰が見てるの、いつでも見てくれてありがとう。はいはい、もううじゃくじゃ言わずに釣りに戻りますよ。釣らない剣みたいになったのに、ごめんね。太刀を探すだけの腕がねえわ。ちょっと反応あるとことりあえずもう落としてみよるんよ。やべ、波来た、波来たぞ。ちょっとケツ向けとくか、横に。ぐらいのやつ。大丈夫。あ、はいよ。はい。大きめのやつまた釣れました。お、見つけた見つけた。あ、2匹目。いいサイズ。嬉しい。もう1匹ぐらい釣っとこうか。はい、ジグ。これちょっと立ち寄るじゃなくなし。よいしょ。よいしょ。ここやな。これもう一匹、もう一匹ぐらい釣れんのか、これちょうどいいやろ、ここ一匹か。いいぞいいぞ、来るよ来る来る。あ、来た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 。
これでした。嬉しい。またお気に入りを釣れました。よいしょ。さっきよりはちっちゃいけどマシなサイズ釣れました。いけんな、太刀も全然見つけれんけん。反応あったらとりあえず落としめるけど。ダメだな、下手くそすぎる。150メートル。おい、タチウオが全然わからん。もう誰か助けて。うん、ちょっともう困ったな。なんか釣れるもん釣りよるわよ、もう。いけんよね、タチウオ釣りに来たんやが今日。いけんな、どこおるんタチウオって。あのね、古文の宮井丸がね、宮井丸の宮本さんがね、なんか多分帰り道とかで漁しよる、ね、仕事しよるけん、何時、2時から3時ぐらいまでおります、そこらへん言ったけん、ちょっと行ってみる。よし、宮本さんどこ、丸瀬かオーラバナかぐらいな感じ言ったけん、間に合うかな、ちょっと行ってみる。宮本さん、あ、愛媛県宇和島市吉田町のあの漁師宮本義孝、古文なんよ。宮井丸、遊漁船もしよるけん、頑張りよるよ。ちょっと動画撮り行こうか。宮本さん、おーい、この船へ漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。調子悪い、行けんかったやばい。またそのうち会えるか。ごめん宮本さん、ちょ3時にはこっち戻ってこれなんだわ。今日お片付け、あとあの今日の超過すれ並べてね。あ、ごめんね、もう狙いの全然もう太刀魚を探さんわい、全くっていうか、なんかまともにベイトも見つけらんかったしね。ダメやね、ダメやダメや、ちょっともうちょっと勉強してからくらい気持ち。なんか調子悪いけど治った気分よね、気持ちよすぎる。なんか YouTube でも歌歌ってくださいとか Instagram の方にメッセージめっちゃ来るんやけど。やばいよね。この雪舞う季節はいつもすれ違い、人混みに紛れても同じ空見てるのに風に吹かれて、本気で思ってるんだ、些細な言い合いもなくて、ならないならない、同じ時間を生きてなどいけない、素直になれないなら喜びも悲しみも、だいぶ調子いいよ。やっぱむせるけん無理やわ。あのね、これね、あの針つけたままマイクにしたら危ない。ちょっと片付けしない、今日は世の中はクリスマスやで。あ、クリスマスだし、だいたいそばんと一緒よるよね。私からメリークリスマス、あなたへとメリークリスマス、
Santa Claus is happy tonight。 やばい、めちゃくちゃ楽しかった。よかった、無理して出てもうどうせ誰にも会えんしさいやでもね、ちょっと楽になった気がする。まあ家帰ってから疲れて寝込むかもしれんけどよ。あ、ちょっと今日の超過です。それ今日の超過です。じゃじゃーん、見えます？どうですか、これ見える？もうサイズ感わかる？わかるんかな、これで今子分にどこおるんぞー言うて、あのね、3時ぐらいまでここら辺で仕事しよるよったけんさ、間に合わんかった。私3時過ぎたけんよ。ってぶっ飛ばして帰ってきたけど、間に合わなんだわい。もう僕港帰ってしもうとるわよ言うて今連絡入って。残念、宮本さんに会えんかった宮本さん頑張りよるよ。遊漁船業も、それから漁も、どっちも、並行してね、一生懸命やりよんさる。今日は私は池なんだで、これ。宇和島市、吉田町の遊漁船、宮井丸です。わたいの子分やけんよろしく。やっぱ漁師やけん偉いぞ。まあ、ちょっと待って。まあ、片付けすら。これ嬉しかった。はい。さあ、片付けすんだけん帰るぞ。よし。よいしょ。潮引いてないけん超楽い。さ、船を固定して荷物を陸揚げしていくよ。頑張れカオリ、頑張れカオリ。ここからがね、まあちょっとやっぱ気合いるよね。まあ、自分がさ船出していく人は、みんな同じやろうけど、まあまあここ難儀よね、この片付けの作業とかって。負けないでもう少し、最後まで走り抜けて、どんなに掴めてても片付けはやらないけん、ああ死にそうでも食らあげる。はい、フラッシングクリスマスでもフラッシング、どんな時でも真水通す、疲れていてもやらないけん、リズムに乗ってフラッシング、嫌なことでも楽しくやる、気づけば何でも楽しめる。私ってね、なんか才能あるんよ。嫌なことも楽しくなったりするんよ。よくわからんねんけど、ないけど、もう海出れただけでもう結構元気になった。咳込むけどもう全然大丈夫。やっぱ出るべきやね、釣りには。閉めた、ガソリンも鍵閉めた、止めた止めた、よし、OK。ちょっと聞いてくれる？これさ、ロープ触るときに私ビニール手袋みたいに刺してやるんやけど、ここの港ね、めちゃくちゃなんかオイルとかなんかヘドロいっぱいついとんよ、ロープに。もうね、それが苦痛。これなんでここ、こんな汚い？わーい、ただいま。
聖なる夜に魚さばき。はい、ありがとう視聴者さん、うろこ取って大活躍。よいしょ。はい、あー超楽楽、うん楽楽、大丈夫。このアジの、あ、アジのうろこもこれいいわ。こんな便利なもんない。軽くなぞるだけでガンガン取れます。はい、全然記念、小学生ぐらいの時から使える、これ包丁です。ノコギリ包丁って言われたけど、ね、まあ確かにこれはノコギリ包丁ではある。まあ、あながち間違いではない。ここよ、この血合いもここで取れるけんさ、ほらこれでなぞれば、できた、取れました。ノコギリと言われている、この包丁でもさばける、捨て時を見失った、物持ち良すぎる私。はい、ノコギリ包丁でさばけます。ねえねえ見て、どう、上手にさばけとる、いい、どうですか。これは刺身とるね。半身刺身で、半身は塩焼きにすることにしました。これ無理かな、いっぺんには。いけるか、いけろ、いけてくれ、頼む、いけてほしい。あ、いけるか、いける、意外といけるかな。あ、やば、やばい、よいしょ、これが滑るんや、皮が。あー、ショックしくじった、ここまで。あー、しくじりました。もう手で取ります。あとは、はい、ちょっとこっからはもう素手の方がやりやすいね。今までも素手でやった方がよかったんやけどな、多分。どうしようか、まあとりあえず飾り包丁っていうの、あ、取れるかな、んとか、あ、なんとか取れるわ、よかった。危なっ、うちもやっぱちょっと多分油はじくけんな。ん、醤油を弾くって言いたかったん、多分。あ、いいよ。こいつもこうでいいよね、もうね。こうがいいな。はい、できました。今日は生生姜。ちょっと、ちゃんとした生姜が切れちゃったわ。はいよ。完成。うん。うまっ！塩焼き。うわ、うまそう。熱々、熱々、熱々。味茶漬け、うわ、うまいやつ。ちょっと飯多すぎたな、ちょっともうちょっとお湯あってもよかったな。うん、うまい、うん。いや、でもほんと今日よかった。もうね、反対押し切ってでも海に出てよかった。基本的に言うこと聞かんけんね。あー、もう楽しかった。え、でもさ、クリスマス、クリスマス、おかしいなぁ。なんかクリスマスね、なんかロマンチックに誰かと過ごすとか。だいたいロマンチックやないといけんのやろね。なんかクリスマスイブ、聖なる日にさ、わし海で、おにぎりと笹かまぼこやで。うまっ！笹かまぼことおにぎり。37歳独身女のクリスマスイブはこんな感じよ。おかしいなぁ。誰か私と過ごしたい人おらんの？おかしいなぁ。私と過ごしたら楽しいよ。誰だ？その前にちょっとこれまず幼年期直してから誰かに会うね。うん、以上。これ嬉しかった。クリスマス、タチウオも男も釣れませんでした。メリークリスマス！終わり。